サナーは Linux その他のユニックス系システム用のファイルマネージャーであり、GTK にツールキットを用いており、ザフスバージョン 4.4RC1 以降に同梱されている。サナーはベネディクト・マーによって開発されており、もともとはザフスのファイルマネージャーであった XFFM を置き換えることを目的としていた。サナーは当初はファイラーと呼ばれていた。 しかし、名称の重なりを避けるために、サナーに改名された。サナープロジェクトの主な目標は、軽快で、クリーンで、使いやすい、ファイルマネージャーを作ることである。ファイルや、コンクラーなど他のいくつかの Linux、ファイルマネージャーよりも素早く起動し、反応が良いように設計されている。アクセシビリティは、プロジェクトのもう一つの目標であり、ユーザー支援技術を使って達成されている。 ザフスの他の部分同様、サナーは freedesktop.org などで示されている標準に基づくように設計されている。サナーの設計はシンプルで軽量だとはいえ、その機能はプラグインによって拡張することができる。サナーは北欧神話のライジントールにちなんで名付けられた。サナーはユニックスの世界における無数のツリー表示による ファイルマネージャーとは違ったユーザーインターフェースの構築を意図している。そのインターフェースはサナーの核となるコードが書かれるより前に開発された。はじめに最小限に動作するソフトウェアの原型が Python で書かれた。機能が追加されユーザーインターフェース要素がユーザー試験に応じて繰り返し変更された。サナーではサードパーティーの開発者のために API が提供されている。また、 様々なファイル形式でのコンテキストメニューに配置される、スクリプトを書くことでもサナーを拡張できる。サナーのトールハットサナー、モダン、ファーストアンドイージーツー、ユーズ、ファイルマネージャーフォーザフスハット、サナーメモリーユーセージハット、サンハーウィッキー、スタンダーズ。ありがとうございます。